最後にして今シーズン一番のボリュームです。さあ、まもなくゲーム2ティップオフ。ジャンプボールは奈良が制しました。先ほどのフリースロー、ボーナスワンショットは沈めています。短いリバウンド確保はジョーダン・ハミルトン、見事にフォローしました。奈良はスピードアップしたキャメロン・ジャクソン、パトリック・アード確保。さあ、速攻の形ができる。アウトナンバー、押し込んでのシュートが決まる。池田、鋭く空いたエクストラパス、素早く回した空いた圭介、ナイスリバウンドでした。モンゴメリーダンクショット、振り切りに行くモンゴメリーが前を塞ぐ。反転から決めた。動きをつける、ナイスカット、エクストラパスから小牧、来た、またスリーが来ました。小牧、シャキール・ハインズ、ショーディフェンス、ローポストから押し込んでみせました。林、本田、さらにはキャメロン・ジャクソンです。スターティングファイブの5人を据えてきました。葛西が入ります。ノールックパス、おお、ダブルクラッチ、高い位置から守備、葛西からシャキール・ハインズ、スリーポイント、おお、ここも来ました。綺麗なアーチを描いていきました。差を縮めたいのは青森、しのげるか、広げたいのは奈良。プルアップジャンパーです。沈めたのはシャキール・ハインズ、素早く中を締めていく奈良のディフェンスです。ショットクロック残り5秒、入り込む、タフショット、沈めた。さあ、青森はゾーンに切り替わっています。切り込んだ栗原、プルアップジャンパー、ゾーンの間を割っていきました。ゲームクロックは残り15秒、ハミルトン振り切った、ただシュートは落ちる。耐えたのは奈良、手をかけますがかいくぐった、ジャクソンへ。ショットクロックは残り短い、シャキール・ハインズ、タイトな間合い、空いた圭介、おお、沈めた。このハインズのスリーポイント、ショットクロックも残り短い中、回り込みながらシャキール・ハインズ、フェイクを交えてノールックパス、インサイド強い。キャメロン・ジャクソン、ゲームクロックがここでゼロを刻みました。青森ワッツ対バンビシャス奈良のゲーム2、90対103。